白高原巡りも疲れてきたので、カムの里を最後に自宅に向かって車を進めました。帰る途中に見慣れない観光案内があったので、進路変更をしました。車を止めて、なだらかな山道を150メートルほど進んだとき、目の前に広がる景色に驚かされました。ここはまさしく海でした。しかも岩の海だったのです。どうしてこんな大きな岩がこんなにたくさん、それもこんなところにと素朴な疑問が湧いてきます。昭和39年に国の天然記念物に指定されたクイヌガンカイはゴウロとも呼ばれていて、ゼニガメゴウロ、ナカゴウロ、オオゴウロ、コゴウロがあります。ここを訪れると聞こえてくるのは風の音と野鳥のさえずり。そして岩に耳を当てると水もないのに流水の音が聞こえてきます。これは岩塊の下を流れる水の音なのですが、この水量、深さ、水源、流れて行く先も明らかにされていません。まさに不思議な為替と言えます。今度こそ寄り道しないで自宅へ向けて発車。帰りは渋滞もなく無事に帰宅できました。朝9時スタートしてからトータル8時間のドライブでした。